箸が折れた、箸折れた、ありますあります、そんなに買いに来てない余ったら余ったで全然残しちゃってください。そうです、あいきなり始まったね、うん、あ、おお、こんなところですごいとこ行ってんだ、広いとこ行ってやったら、見つめ合って、うん、見つめ合って、おぶつかるから、ご飯食べてるんだけど、美味しいご飯食べてる最中になんかないしない、ただ休んでくれると思うんだ。ブギレス始まっちゃった。やるにしてもちょっとあっちで広いとこ行ってない。いや、誘ってますね。ちょっと疲れ取れたら遊ぼうよってことだよね。そうですね。あれじゃ遊ぼうよ。おお、すごいすごい。うわ。我が家よりも縦横無尽に走り回れるスペースがあった。いやいやいや、おかばんあっちの部屋に移動させますか、そっちの方が結構動けるかもしれない。あ、なるほど、まあ後で、後で君たちの邪魔をしてるなんか大事なものが踏みつけられそう。待ってて、おしっこはそこね、おしっこはそこ、うん、よく出たうん、じゃあ一番にくれたらよかったのことか、うん、強くとはなくなって、うん、疲れてたら強くて休む、強くてとかでもテラス席と室内席とかだと強気モード初めて我が家に孔明ファミリーの皆さんがお越しくださいました。猛暑にもかかわらず本当に近所なのが救いです、楽しげなブヒレスを見るとコラボできてよかったなと思いますね。でもこれね、不思議なもんで大体同時に2匹一緒に疲れてくるんですよ。なんでですかね、孔明さんの梅の実チャンネルでもこの日の様子をアップしていただいてます。違うカメラで別の視点での撮影編集となっていますので、ガラッと雰囲気違いますから、動画チェックをお忘れなく、チャンネル登録もぜひ。というわけで、まだまだコラボ祭り続きます。明日もぜひお付き合いください。じゃあまた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録まだの人はタッチ。はい、こちゃん、次どっち見る？こっち？それともこっち？両方見てくれるの？ありがとう。じゃあまた。いいか。